きますのは伝説の妖怪ヤマタノオロチと九尾の狐のおとぎ物語でございます。この2匹の妖怪がいかにして出会い、どのような物語を紡いでいくのか、皆様その目でしかと見、その耳でしかとお聞き届けくださいませ。それでは参りましょう。後のように永遠に継がれるこの時間、その一つ目の物語、百物語第一話、太陽ヤマタ九尾の天気雨。ここに語るは妖怪ヤマタノオロチと九尾の狐の出会いの物語。出雲の国の火の川上に年にひとたび現れる八つの頭と王を持つ大蛇、その名も腰のヤマタノオロチ。
それにて終幕。